はい、皆さんこんにちは、Bレジェンドの鍵谷です。今回は、ちょっと僕がですね、まあ、普段、どんなサプリメントを飲んでるのかということを紹介したいと思います。ですね、まず朝起きると何をするかというと、この、Bレジェンドマルチビタミン&ミネラルとですね、あとこのBレジェンド、今は南国パインを飲んでます。まあこれ味はまあいろいろとね、いろんな味を飲み切ったら次の味にするっていうので、僕はいろんな味を飲んでるんですけれども、まあこのプロテインと、マルチビタミン&ミネラルを、いつも飲んでます。でそれに朝食をまあ何かしら卵を食べたりですね、まあ、そういった感じでやってます。で、あとトレーニングをするときはだいたい、あとこれもあるか、朝起きてそのプロテイン飲むときに一緒にこの B レジェンドクレアチン、これも一緒に取ってます。だいたいスプーンに、付属のスプーン2杯ぐらいで、だいたい 5g ぐらいなんですけれども、それぐらい飲んでます。そしてトレーニングをするときはこの B レジェンド BCAA、 ちょっと切り口がガタガタなってますけれども、これをですね、15g ぐらい、だからスプーンでいうと6杯ぐらいですかね、をB レジェンドジャンボシェイカーの中に入れてですね、で水をまあ満タン入れて、でまあこうシェイクした状態で、トレーニング中に飲むと。でトレーニング終わったら、B レジェンドプロテインを飲むと。もしくはプロテインウォーターを飲む時もありますね。プロテインウォーター、これをゴクッと飲んでしまうこともあります。で今ちょっと切れてしまってるんですけれども、最近寒くなってきた時なんかだったら、グルタミン、これも取ってます。そして、夜寝る時に飲むのはこれです。夜用、夜用、これだね、夜用プロテインということで、 B レジェンドカゼイン&ホエイです。で寝るときはこれを飲むようにしてます。そして、クレアチンも寝るときにも飲んでます。そして、マルチビタミン&ミネラルも飲んでます。で、よくこのマルチビタミン&ミネラルをいつ飲めばいいんですかっていうお問い合わせいただくんですけれども、まあ僕よく言うのはこの食事、3回の食事に分けてだいたい3粒ずつぐらい飲んでもらうといいですよっていうふうに答えてる割にですね、僕自身が結構こうズボラな性格をしてますから、朝にだいたい5粒ぐらい飲んで、で夜も5粒ぐらい飲むっていうような形で、1日は2回ぐらい飲むような形をとっております。で、まあ皆さんね、お忘れなく飲んでいただけるのであれば、朝食と昼食と夕食の食後に飲んでいただくっていうのがやっぱり消化も促していいんじゃないかなと思います。あとはトレーニング前ですね、トレーニング前に飲んでもらうことでトレーニング効果も、アップしてくれるんじゃないかなと思います。最近飲んでる僕のサプリメントはこんな感じです。はい、ということで、ぜひ皆さんもどういったサプリメントを飲んでるかですね、お聞かせいただければと思います。こちら のコメント欄にいただければと思います。そして、こちらの方からですね、チャンネル登録の方も、チャンネル登録はこっちか、ここかな、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということで、また何か動画に撮って、こういうことをやってくれとか、こういうことを撮ってくれっていうのがありましたら、リクエストの方ぜひコメント欄に入れてください。ということで、では今回これにて終わりです。ではまた皆さん、さよなら。